タレント、浜村淳、88、が2日、パーソナリティを務める MBS ラジオの長寿番組、ありがとう浜村淳です。月曜から土曜前8:00に出演した。大手回転寿司チェーン、スシローで客の少年が卓上の醤油差しの注ぎ口を舐めた動画が拡散し、スシロー側が約6700万円。の損害賠償を求めた訴訟で調停が成立し、訴えを取り下げたニュースについて言及、裁判を取り下げたから、万事めでたしめでたしではない、とコメントした。さらに、簡単に許してもいけないんじゃないかと思います。迷惑行為がなくなったらいいですが、自慢そうにそういうことをやる人が後を絶たないようなら、何千万円をきっちり請求する裁判も始まると思いますし、人によってはそうすべきという意見もあると思います、と持論を展開した。